平野紫耀も愛した渋谷新鮮の隠れが、ガレットリアで楽しむそば粉ガレットとフレンチガーリーな空間。東京渋谷新鮮に位置するガレットリアは芸能人やタレントたちの間で密かなブームとなっているガレットクレープ専門店です。特に2018年に TBS 系ドラマ、花の千晴れで共演した平野紫耀さんと杉咲花さんが訪れ、 その美味しさに魅了されたことで知られています。本記事では、この注目のスポットにスポットを当て、その魅力に迫ります。ロケ地としても有名な、ガレットリア、花のち晴れ、の中で平野潮さん演じる晴れと杉咲花さん演じるおとちゃんが訪れた場所としても知られる、ガレットリア。外観は緑で覆われ、おしゃれな雰囲気が漂っています。 京王線新線駅から徒歩わずか5分の距離にあり、アクセスも良好です。特に夜になると、その存在感は一段と際立ち、通りかかる人々を引き込んでいます。フレンチガーリーな店内の魅力店内は1階と2階のフロアが広がり、特に夜の時間帯には1階でお客さんが賑わっています。細部までこだわり抜かれた内装は、まさにフレンチガーリーな雰囲気。 11月下旬に訪れた筆者が目にしたのは、早くもクリスマスモードが全開となった店内。可愛らしいクリスマスツリーや暖炉モチーフの装飾が、訪れる人々を楽しい気分にさせてくれます。特に土日には多くの女性客が訪れ、その可愛らしい雰囲気に惹かれているようでした。また、注目すべきは2階のお手洗い。 なんと、花のちはれの撮影場所として使われた場所で、平野さんや杉咲さんがパンケーキを食べていた窓際の席があることも発見しました。ガレットリアのメニューこちらのお店では、単品注文はできず、セットメニューから選ぶスタイルとなっています。 特に、ドラマ内で平野潮さんが食べていたパンケーキはドラマ用に用意されたもので、実際のメニューには含まれていませんので注意が必要です。代表的なメニューは以下の通りです。A セット、蕎麦粉のガレットデザートクレープドリンク、2300円 B セット、蕎麦粉のガレットドリンク、1700円 C セット、デザートクレープドリンク、1400円筆者が、 注文したのは A セットでそば粉のガレット、デザートクレープ、そしてドリンクがセットになっています。美味しさにこだわるガレットリアの料理ハム卵チーズのガレット、A セットに含まれるそば粉のガレットはハム、卵、チーズの組み合わせが特徴的。もちもちとした生地は絶妙な厚さで食べやすく適度な塩気が口に広がります。 特に卵を崩しながらいただくと、まろやかな味わいが楽しめます。チョコレートのクレープデザートとして楽しんだのは、チョコレートのクレープ。チョコレート生地には濃厚なチョコレートクリームが詰まっており、上にはバターが乗っています。シンプルながら風味豊かなクレープは、甘いものが苦手な方でも十分楽しめるほどのバランスの良さがありました。 まとめ、ガレットリアは、その外観、内装、そして美味しい料理で多くの人々を魅了しています。特に、花の千はれのロケ地として知られ、平野耀さんが訪れたことで一気に注目を集めたこのお店は、渋谷や新鮮に足を運んだ際には、ぜひ訪れてみる価値があります。 店内の可愛らしい雰囲気とともに、そば粉のガレットやクレープの美味しさに癒やされることでしょう。また、2階の窓際の席は、花の千晴れの撮影場所としても有名なので、ファンにとっては特に嬉しいポイントと言えるでしょう。ガレットリアの公式サイト、外部リンクで詳細な情報や営業時間、アクセスなどを確認して、ぜひ足を運んでみてください。 お店の詳細情報名称、ダレットリア住所150、150-0046東京都渋谷区小島1-26-1アクセス、京王線新鮮駅より、徒歩5分営業時間、11時30分けら、20時、ロウ、19時定休日、火曜日、祝日の場合は営業。 渋谷新鮮にひっそりと佇むガレットリアは蕎麦粉のガレットとフレンチガーリーな雰囲気が魅力のお店です。平野潮さんも足を運んだことで話題になり多くの人たちが訪れる一員となっています。ぜひあなたもその魅力を堪能してみてください。